このまま君だけを奪い去りたい。やがて朝の光訪れる前に。今週日曜日、ヴェルディ創立35周年イメージソングストロングソウルを歌うディーンのツアーファイナルが行われた。熱狂するライブ、その盛り上がりもこの曲が流れた瞬間最高潮へと達した。窓はされないように息を深く吸い込む。僕らの一派になることにこだわろう。風が割れていく夢に向かって一人の光を通す。誰も止められない味はあったから、どうかさ今まで見守ってて、君が見れば待ち続けるの。そしてなんとこのライブにアテネオリンピックでなでしこジャパンの一員として活躍した日テレベレーザの酒井智恵と小林弥生が飛び入り出演。思ってた以上にすごい楽しめました。はい、ライブっていうもの自体初めてだったので、手を振ってすごい楽しみました。実はこの2人とディーンには深いつながりが。ベレーザの2人はヴェルディの選手とともにストロングソウルのレコーディングに参加。熱のこもったコーラスにより2人の魂もこの曲に吹き込まれているのだ。一方ディーンの3人も楽曲でのサポートにとどまらず、Lリーグの応援に駆けつけている。ベレーザの2人も盛り上げたディーンのツアーファイナル。その彼らのライブが11月28日ヴェルディの最終戦、味の素スタジアムで開催される。11月28日日曜日、ヴェルディの今シーズン最終戦でライブをやります。当日は味の素スタジアムを緑で染め、みんなでストロングソウルを歌いましょう。お待ちしております。いよいよあさって J リーグ最終戦、東京ヴェルディ1969対横浜 F マリノス。試合前とハーフタイムにはディーンのスペシャルライブが決定。 J リーグのクライマックスを盛り上げる。あさって午後1時、味の素スタジアムでキックオフ。当日は味の素スタジアムを緑で染め、みんなでストロングソウルを歌いましょう。お待ちしております。